セブンはバースデースイープ取れてオーディエンスジャッジありがとうございました。本日からはラウンド8のリハです。演出系がね今、はい、いろいろ案が出てる中でやってるんですけど、まあ煮詰まってはないです。あ、煮詰まってはない、煮詰まってはない、まだ煮詰まってない、煮詰まる手前の下処理、うん、はいはいはい、下処理ですね。はい、しんどい。はい、4個並びました。消えて消えて、キャン。消えんの難しい。じゃあ、お、いけそう。ちょっと通れないもん。つんだ。つんだ。喋ります。何？喋ろうちゃんと。何喋ります？もういつもよりきつい。な、ね。低い姿勢とかね。確かに体勢きつそう。はい、多めにやるので頑張りましょうか。頑張りますよね。うん、頑張ってますね。しかもで頑張ってもらってるので頑張りましょう。どういうこと？はい。どういうこと？作ってくれてるもんね。そう、早めに来て、ね、作ってもらってるから、10時から、うん、形を組んでたら結構バラつくなってところあるんだけど、見たいところもあるよね。うん、
下がるとこまでは語っちゃってドンカーカって戻してないかもしれない。それかもうそれか最初から高さだけ違うかみんな手はつけずに、まあ、棒の長さが違うってこと。そう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  2.5 マスぐらいの人スリスリすんなスリスリすんなすごい気持ちいい人肌って感じ。順番があったタタ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 タか、もうめちゃくちゃポップやいやでもね、入れた方がいいんだよ、絶対やることメモ今をセルしよう次々と降ってくる死ぬまでとリスのよう欲しい時こそ全然来ない長い棒日々を積み重ねて作るのか君のよう一見もらってかせ何かしらファイティングスネックステージで今日はちょっとすぐるくんがねリハに来れなかったんで僕が代役として入りました。ああすぐるくん飯一回おごりでお願いします。待ってます。リハが終わったんでもう2日前と言っても過言ではないでしょう。ではないでしょう。ではないでしょう。乗ってくれる今日今日はそんなに B メロをどうするかみたいなところで4時間ぐらい時間を使ったんですけども、ですけども、結局明日 T シャツが来てみないとみたいなことになったので、なったので放置してます。してますしてます。まあ今のところ前回よりは安心してはいますな。います。言わせたみたいだし次は1日前へ1日前へ正解せーの十字キーです、これ十字キー。ダーンダーンダーン、さあ、で、さあ、ダーン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 、こちら、音符と楽譜の線とシャープ
絶対わかんない、これ絶対伝わんないよね。でこれぐちゃぐちゃじゃなくて甘根って書いてる。ついに前日です。ついに前日です。まだ今回はでも言うてかもう全部一応通しては完成していて。え、完成しないの？一応完成して一応完成か。ここから細かいところの調整とが入っていくところです。衣装が今回めちゃくちゃ早く作っていただいてて、すごいすごいすごい、なんかもう直接見るより動画とか映像で見た方が多分映える衣装になってるから、多分ファンの方とかそのなんだ映像で生で見てくれるときはめっちゃ見えるんじゃないかなって思うので、じゃあ楽しみにしておいてください。頑張ります。頑張ります。はい、です。確かにでもこう見るとこっちの方がドット感をするかも。今を背負しよう、次々と降ってくる死ねばテトリスのよう、欲しい時こそ全然来ない長い棒。おもろい。むずい。違う、むずい。なんかね、わかりやすい。欲しい。最初は始まったよ。その入りが欲しいから、最初は横だけだったじゃん。それをうーんにして、カンタがここ。そしたら、スクルが、うん、うん。で、まあ、1個減らす。お客さんのニヤニヤはあるよね。まだ行くアポイントじゃないですか。確かに。それで言うなら。緩めてってことか。なんかでもあそこ氷行くと綺麗に終わる気がするから、こっちにしよう。ごめん、全力来た。ワン絶対ワンエイトはそこでキープで、ワンエイトでガッツリ進むでしょ、でしょ、でしょ、見せたいのってすごい構成じゃないもん。ダーンで体元気、体元気です。体元気って聞こえた。まあ元気だけど28歳にしては元気やで。ガー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 。シンプルに振りがむずい。あと構成むずい。まあ、あと BPM も速いから、はい、きつい。きつい。けどなんだろうな。
まあ久しぶりのラウンドということもあって楽しさのが勝つけど、やっぱねきつい。今も8時になりますけど、まだやります。もうちょっと頑張ります。危ない危ないよ。ほらほら、みんな怪我しないように明日乗り切ってほしいです。はい、ありがとうございます。しゃあやばー、明日ーあー VS VS 構成エイトロックスイエーイ。負けてます。だからおー、マジで気合い、マジで気合いだから。やべえ、寝てるもん。寝てるもん。寝てるもん。体が寝てるんだ。はい。集中。はい。声出してっていいからね。はい。はい。一発蹴れよ。どうこうじゃなく、まず今日帰ってからどれだけ休めるかにかかってると思うんで、はい、はい、今日帰ってから全力で体のケアをすること、徹夜で体のケアします。それ休めてんのかな。徹夜
で体のケアして明日臨みたいと思います。はい、マジ吉。今回ね、なんかちょっと難しそうで、うん、何が難しいんだろうなって考えたんだけど、やっぱりテンション感がすごくむずいんですよね。あのテーマがちょっとイレギュラーというか、まあ、なんかその爽やかな音かつなんかこうなんだろうな、規制されるから動きもある程度で、それプラスヒップホップっていうのがあって、そこの人間味と機械っぽさ の, あのコントラストがすごい絶妙に難しい作品だから、結構テンション感が決まらないとってところで、昨日そこまで持っていけなかったんで一応 LINE にしてはいるんですけど、僕的にはもうみんなでもうバッチバチに揃えて、もうあこいつらすげえなっていうその軍隊っぽさというか力強さみたいのがここで表現できたらいけるんじゃないかなっていうのは申し込みますね。俺の結構今回のキーは順平の声だと思ってるから、順平がどれだけ今日声張れるかっていうところだと思ってます、うん、でそれでみんながそこの意識をあの不安にならないで、もう順平にガッツリついていこうっていう気持ちでやれれば俺は結構いいネタになると思うので、っていうのをまだ今日順平に言ってませんこれからこれからなんで、あいつの唯一の取り柄なのね声がでかい、唯一の取り柄です、声が、そう声の大きさだけですもっとあるんだ彼はねうん、無事あ、今回初めてじゃないビハインド。そうなんですよいかがですか今回の作品は作品、はい、除菌除菌、結構好きっすね、個人的には面白いな、面白いですね、もう内容と曲がキャッチーなんで、うん、でも振りはめっちゃヒップホップで攻めてるっていう違和感が逆になんかいい化学反応で見応えあるんじゃないかなと思います。じゃあコウスケ君的見どころ、はい、見どころ、コウスケ君的見どころはうわー俺好きなのあれっすね、インベーダーみたいなのとこのこのこのハルヒが、ハルヒが指でやるとことかはなんかシュールであそこは好きっすね、なんか派手なことしてないけど見てる人もおおってなるんじゃないかなっていうところが好きです。早く踊りたいね、ね、楽しいです。そうなんや、まあ不安もありますけど、不安もありますけど、それよりも早く楽しみたいってか、マジ楽しいよな、楽しいあれ。ギャーありがとうございます。ましたラウンド8当日、そう、2月8日ラウンド8 VS 構成8ロックス8ビートダンシング、とても演技8が4つ並んでるってことで、くしくも曲がね8ビットダンシングなんで塗り替えようと思います、32ビットに高画質ちょっと細かく頑張ります。あーす今日は順平の声にめちゃめちゃ合わせて、もう順平についていくスタイルにしましょう。はい、かかってこい、かかってこい、ついてきましょう。あ
くて苦しでもテトリスのよう進むのだるくなったんで探しこなかったんだけど。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。では、静止清掃お願いいたします。結構良いけど、あとここだと思う。マジで気持ちの問題だと思って。はい。俺らがここだぞ、男子校、男子校っぽさがしっかり出ればいける気がするんだ。だから、どれだけ大学生やれるか、マジで。大学生パワー。大学生パワー。メイ。大学生パワー。ここウェイウェイウェイってことだからウェイ。リハーサルはどうでした、ハネヒ君？はい、リハーサルはですね、そうですね、難しかったですね。難しかった、シンプルに、うん、最後まで通せなかった。そう、最後まで通せなかったんだけど、うん、でも意外とさ、いけそうじゃない藤本君。あれ、僕は、うん、普段やらないジャンルの動きが多すぎて、あ、でもなんか映像を見て自分の動きがダサすぎて萎えます。萎えます。なのでモチベを上げます。ゲームでね、ゲームなんでテーマが、行ってきます。行ってらっしゃい。はい、今日のコーデは、本番の、ね、衣装にちょっと合わせて、まあ、白、青、そして黒で合わせてきています。で、他のサブメンも日和とあまねちゃんもそんな感じで仕上げてきてます。いつでも交代できるようにね、そういう意識でやっぱサポートしていかないとね、みんなが安心してできるんじゃないですか、そっちの方が。確かに代わりはいるみたいな、いくらでも。それはどうなの。それはそれどうなの。まあ言い方によっちゃ良くないけど、そっちじゃない方です、いい方です。いい方でね、はい、はい、ありがとうございます。そんな感じです。はい、今日は、みんなの衣装に合わせて、チェックと、まあこれチェックじゃないけどチェックっぽい、で、白と青、ちょっとブルー寄りのをサブ面で色だけ決めて合わせてました、なんかいつもさ似た服着てきちゃう。そうで、同じジャンバー持ってるし、ね、全く一緒のジャンバー、ね、ちゃんびっくりしね、合わせずに、合わせず、去年買ってんですよ、お互い、出会ってないからね、出会ってない、出会ってない時にお互いアウトレットで同じもの、しかも同じ色、しかも日より私が着てくると見込んで、かぶせて着てくる可愛いやつなんですよ。今日はみんなとおそろ、おそろコーデ、おそろじゃないけど、似たコーデで応援さらに頑張りたいと思います。します。はい、くるくるっすね、かわいい。これかわいいっすね。ファイナルファンタジーとかにいそう。ああ、いそう、確かに。あ、すごい、あ、すごい、そんなシュッと誰か、え、高大君とキティペンの間ぐらいの色になるから、使われてる。マジですごい、めぐい、グランド3以来のトゲトゲです。アサキシーズンのね、あのシュートのライナーでやることになったんじゃ、それをフリーで作る、ドット感を出してますね。あ、やべ、そうだ、キロビキッツ、すごい、ダラララハラハラハラ、フレキシモはい、ここはここは ここは言いたいことあります、言いたいことあります。私何やろう、ふっふっ、ここ頑張ろう、ふっ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 、ありがとうございます。
旦これで挑戦終わります。はい、ありがとうございました。体にやっと入りました、振りが。本番30分前ぐらいにして。いけー。あっちょい、せっ、えい、こっちょい、せっ、えい、さあ、さあ、さあ、はい、はい、始まります。ラウンド8がついに。最初はおなじみの彼です。おなじみの彼です。はい、ペイペイ。あ、知ってる、知ってるわ。得意の。綺麗に染まってますよ、黄色。パンちゃん、かわいい。かわいいね。コモちゃんみたいな白い感じ。おー、いいね。はい。もう痩せた、シュンゴ。シュンゴ痩せた。痩せたんじゃない。このラウンドで。ほら、もうやばい。すごいわ。かわいい。始まる。あのカウントダウンが。そうかなって。なんでしょ。そういうとこ。そういうとこ。俊吾強そう。頑張れ。はーい。すごい。マジですごい。マジ一生やば。照明も相まって見えますね。あんな顔すんだよ。めっちゃいい顔。はい。いいよ。レッツゴー。来た来た。ソウキさん来た。ソウキさんバード来ました。作ってもらいます。いいよ。はい。レッツゴー祭り。すごい。すごい。
足耐えてましたね。うん、本番やっぱ強いよ。さすが。さあ、瞬間のとんがりは持つのか最後まで。頑張れ。保ったよ、あの髪が。頑張れ。ラストスパート。ラストスパート。出し切れ。頑張れ。えい。はい。はい。いいよ。来た、ここランニングパート来ました。いい顔、いい顔、ランニングパートいい顔、いいよ。はい、うぇーい、おもろい、すごい、おもろい作品やで。本番強い、本番強い、本番強い、まだやってる。かわいい。もう撮んないで緊張するから。もうやめてくれ。仕事なんで。こっからはプライベートにしてやる。それでも、すいません、仕事になる。様々な音へのアプローチを見せる。ありがとうございます。オーディエンス賞も無事、ありがとうございます。いつもやっぱ1票目のオーディエンスが入るだけでちょっと安心度が上がるんですよ。そう、一発目が絶対オーディエンスだから、本当にいつも皆さんに助かってます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当すごい。あれ、すごいよ、すごい。さあ、迎え入れましょうか、皆さんを迎えましょう、迎えましょう。やばいで、いや、こっちくんの笑顔めっちゃかもう勝ててよかった。勝ててよかった。リベンジ成功。やばい、嬉しい、嬉しい、嬉しい、これは嬉しい、マジで嬉しい、マジで嬉しい、マジで嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。すごい練習、練習中だけど、やっぱ俺はまだ課題はいっぱいあるから現在で、やっぱり挑戦者になきゃいけないと思う。次とかも協力し合って、あの、ね、大切な一生にこの勝利に絶対慣れちゃいけないと思うから、初心に戻って、ね、まだまだ俺は雑魚だと思って、はい、やっていきましょう。次もお願いします。お願いします。次も頑張ろう、頑張ろう、楽しそう。あと2ヶ月ぐらいで終わるんだから。マジでいかんやな、これは。終わりました。いや、まず最初ぶりにスタメンとしてね、出させていただいたんですけど、直前まではやっぱ緊張してたんですけど、終わってみたらもう楽しかった記憶しかないし、歓声とかがやっぱすごい聞こえるんで、本当に楽しかったのと、いつもありがとうございますっていうのと、あとは去年僕ビハインド見てもらったら分かると思うんですけど、ホセ・エイトロックスさんに負けた時にめちゃくちゃ泣いて、悔し涙をたくさん流したんですけど、僕個人的にはすごい燃えてて、衣装だったり演出とかもいろいろなんか聞いたりとか、すごい大変だった中こうして勝てたことは
すごい嬉しかったし、今回は嬉し泣きで舞台をされたことが本当に良かったです。皆さんの応援のおかげです。本当にありがとうございました。パパがね、うちのパパがいや今回はたくさんね話しましたもんね。マジで衣装ならこいつに任せろみたいな。もうね、もう本当に1個タスクが手放せたみたいな。今全部進んでやってくれるし、そうした時に話をふわってしてくれるからめっちゃ助かってて、マジもうめっちゃ楽、マジで楽になった。全力です。なんかもうこういう制作してる時に次の話とかもしてくれるから、もういいな。頼んでよかった、ね、マジで本当にありがとう。いや全然これからも頑張ります。来ました、もうこれ恒例かもしれない。ほら、お、どうした、お、本当ですか。そしたらまたこれで映るかもよ、 YouTube 出ちゃう。映ったらどんな表情。はい、じゃあ今日も応援ありがとうございました。次のラウンドも見てる、見てる。うまやばい、うますぎる。最後死ぬ前に食うもん決まった。俺何ですか。チーズブリュレ、チーズブリュレ、ブリュレ。ひよりは、ひよりはガチうまいよねこれね。え、食べてカレー。うわ、うまい、うまいんだ、うん、死ぬほどうまい。よかったじゃん。死ぬ前に食べるやつ、また何何ですか。そうねんね、これ難しいんですよ、素人がやっちゃうと。素人がやると難しいんです。でも1個いいですか、ボケてないですこれ。ガチです。ガチですか。ガチすぎる。ガチはダメない、ボケとしてガチはダメない。そんな感じです。カボでした。ヒヨでした。はい、スタート。やば、ありがとうございました。すげー、マジで。いや、MVD です。嬉しいです。おめでとうございます。いや、取れると思ってなかったんで、素直に。他にも素敵なダンサーさんがたくさんいる中、でも本当に皆さんの応援あってのものだと思うので、ありがとうございます。次も勝ちます。ナイスナイス。これ MVD の前。いやー、本当に寝てますけど、リベンジということで、ね、嬉しいですね。めっちゃ嬉しい。袖で、前も先行だったから、袖で見てる時のさ、うわ、わかるー。これ、嫌な思い出でもないんだけど、なんかちょっとトラウマチックな、うわ、なんか、何これみたいな感じはあったけど、でも、リベンジできたね。はい、楽しかった。リベンジ熱い。次は、サイバーエージェントレジットさんと2月22日、ラウンド9先行戦わせていただきます。はい、今のところ6連覇してますけど、まあ、次もまあ勝てるようにしっかり毎日だけをなくいい作品を作っていけたらというふうに思ってます。はい、頑張ります。どうですか、ね、なんていいよ、いいよ、なんていいよ。めっちゃいいよ、めっちゃいいよ、よかった、よかった、よかった。じゃあ、じゃあその次のまたラウンドまで良い良い時間をお過ごしください。一気に下がった。一気に限定。良い時間。お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事勝利できました。とっても価値のある一勝、そしてとっても価値のある MVD だったじゃないですか。イエーイ。 MVD。ちっちゃ。なんだかんだね、意識してなかったとはいえ、やっぱ勝てたのはね、リベンジということで、リベンジです。嬉しいです。このジャンルで勝てるのってなかなか多分ないと思うんで、今まで見たことないぐらいの感じだったんで、とっても嬉しいです。ありがとうございます。よーし。今回もまあ3人の融合作品な感じはしますけど、どうでしたか。難しい点もありましたか。いや、難しかったな。難しかったよな。難しかった。
その普段の動きをゲームに落とし込むのが初めてすぎてそうだよ、ね、感覚難しかったですね。でもバランス取れてたと思うよ、ね、今回もすごく演出もだし、でも振り付けも最先端の部分もあったし、やっぱり頭のサビとか絶妙だったと思う。あれは俺はすごくかっこいいなと思ったし、何よりね、あの、まあ、ゲームテーマも楽しかったっていうのもあったし、ね、髪の毛もここまでやって衣装さんにもこだわってもらってね、山地衣装さん、衣装さん、衣装会さん、本当に髪がかってました。本当にいや今回はね、さすがに純平のかっこよさがね光ったんじゃないかなって俺は思うよ。照れ隠してるから俺らもまさか今回なんて純平くんなんかと思ってこうやって見てて、MVD 純平うんイエーイ。そう、全く同じことがステージに起こす。おおおおおおでもやっぱあの最後の早くなったところは純平だからこそのムーブだったと思うし、あれが多分ジャッジの方にも届いたんじゃないかなっていう。そこ無双だった、ね、懐かしかったっすね、最初の動きは特に。そっかそっかそっか。でまあ2人もそうですけど、まあ、みんなめちゃめちゃ頑張ってくれたのでね、どんな対戦相手だろうとっていうのをいつもね考えてやってるので、やっぱりどんなに強敵だろうといつも通りにプラスアルファやっていきたいと思いますので、初心忘れべからずで絶対にいいショーを作ってみるんで、ぜひ応援お願いします。お願いします。そして今回もありがとうございました。ありがとうございました。助かった。パッション新しい。ではラウンド8もたくさんの応援ありがとうございました。ありがとうございました。パッション。次サイバーエージェントレジット戦、気合入れてやっていきます。それではのろけ心取るようなストーリークルー。